アイスリンク仙台は、宮城県仙台市泉区の三井不動産スポーツ、リンクシティファンテのスポーツ棟にある、年中24時間営業のスケートリンクである。同市にある、仙台城外堀の五色沼は、日本フィギュアスケート発祥の地とされるオリンピックに、大会連続優勝の男子シングルの羽生譲ると、五輪優勝の女子シングルの荒川静香を記念する、ギャラリーが、当リンクに併設されている。 また、2002年ソルトレイクシティゴーリーに4位入賞のホンダ、タケシ、2006年トリの五輪で金メダルを獲得した荒川静香も本リンクに通っていた。五輪ン2連覇の偉業を達成したハニューゆズルが生まれ育った仙台市で17歳まで通い練習したリンクである。また、オリンピック金メダリストを3大会輩出したリンクで、当リンク出身者は、 2002年ソルトレイクシティ五輪ン4位のホンダ・氏から2018年ピョンチャン五輪金メダル五輪に連覇の羽生譲るまで5大会連続で入賞者を1人以上排出している。羽生譲るは震災後から今現在も自分の著書2冊の印税の全額をアイスリンク仙台へ多額の寄付をしておりホームページにて毎年詳細が報告されている。また トーリンクで練習する、子供たちの送迎用のバス2台を寄贈している。2014年4月には、羽生譲る祝賀パレードの乗与金を、宮城県スケート連盟に寄付。アイスリンク仙台で、贈呈式が行われた。連盟は寄付金を活用し、アイスリンク仙台で同日開かれた七夕杯、フィギュアスケート競技会のメダルを制作したほか、新人発掘講習会やジュニア世代の、 大会開催費用に充てる方針である。また2018年4月にも羽生譲る祝賀パレードの常用金を全額を寄付。常用金は市長が12月16日、泉区のアイスリンク仙台で行われる第1回仙台市長バイフィギュアスケート協議会で主催する宮城県スケート連盟に寄贈した。選手の技術の向上を目指した合宿や遠征の費用、 次世代の選手の発掘に向けた講習会の開催費用に役立ててほしいとし、県スケート連盟は来年以降も大会を続け、県内のスケート選手の強化、育成に力を入れていくとした。東リンクは羽生譲るファンにとって聖地の一つともなっており、世界中のハブファンが次々と巡礼している。そのため、仙台市及び関連団体も、 同市の主要な観光地の一つとして宣伝している。泉中央副都心から泉が竹通りを東に行くと、欧州街道、七北田宿と国道4号仙台バイパスとの間に、三井不動産スポーツ、リンクシティハンテがあり、そのスポーツ旨に、東リンクはある。24時間通年滑走課だが、一般向け営業は、開始が10時から12時までのいずれかで平日。 土日休日や季節により異なるものの終了は一律18時である。その他の時間帯は貸し切り営業になっている。2009年4月30日に勝山スケーティングクラブが閉鎖されてから2015年9月19日に盛岡市アイスリンクが開業するまで東北地方で唯一の24時間通年滑走課のスケートリンクだったため特に夏季には 東北各地から練習に訪れる選手たちもいた。東リンクが開設された仙台線ショッピングセンターはバブル景気器に大英が泉市内に建設し大英新松土店に続いて2例目となるスケートリンク併設の大英店舗として1988年11月1日に開店した。荒川のレイバックイナバウアー2014年ソチ五輪、羽生譲る2018年ピョンチャン五輪。 羽生結弦、る当たりリンクに新松土店から転勤してきた長久保博士コーチ、鈴木昭一郎コーチ、安倍七海コーチら指導人が数々の日本代表級のフィギュアスケート、シングル競技選手を育て、本田武史、荒川静香、鈴木秋子、羽生結弦る等を輩出した。なお、1998長野五輪以降、2018、ぴょんちゃん五輪開催前までの20年間、 冬季五輪における日本人金メダリストは2大会連続オリンピック2連覇の羽生譲ると鳥のオリンピック金メダルの荒川静香の2名。3大会で金メダリストが輩出された。当輪区の指導陣は東北以外にも知られ、指導を受けにノービスキの鈴木や高橋大輔らが遠方から通い愛知県のスケート環境が悪化した頃には、 過度な有効ー地に引率されて幼少期の浅田舞、安藤美姫、浅田真央らも夏合宿等で訪れていた。これらの実績の一方で、周辺の郊外大型商業施設との競争に、さらされた各店舗や入居する専門店がたびたび入れ替わって、ショッピングセンターとしての集客力が変化し、スケートリンク自体も経営者が変わったり、経営難で閉鎖されたり、 東日本大震災で被災したりした。経営難から閉鎖されていたトーリンクが再開した際にマスコットキャラクターが作られ、公募でアイリンとの名称になった。震災による閉鎖からの再開後は関連グッズの売り上げが復興支援に用いられている。トーリンク出身の羽生ゆずは震災後に出した2冊の本の印税2500万円を寄付した。それでバス2台が購入され、 トーリンクで練習する、子供たちの送迎に利用されている。なお、今現在も、寄付は継続されている。2017年12月1日、リンク周辺を約2割拡張してリニューアルされ、羽生譲るや荒川静香のギャラリーの新設、両人の助言を取り入れた、ラウンジ、観覧席、レッスンスタジオの新設と、音響設備の更新などがなされた。また、スポーツ棟内には、 フィギュアスケート用品とエッジ研磨のナイスフィギュアスケートフィットネスクラブ、ジョイフィット仙台船などもあり、選手の練習環境を支えている。なお現在、撤退した各店舗のスーパーマーケットに代わり、ホームセンターのカインズ仙台船店が進出し、一般社団法人特集会の医療法人仙台特集会病院も進出予定となっている。 18時までの昼間6から8時間が一般営業。その他の時間帯は貸し切り営業とし、1日24時間、通年で営業している。1988年、大ーの子会社が運営するオレンジワンセンとして会場。大英新松戸店平設の新松戸アイスアリーナから長久保博士がコーチとして転勤してきた。仙台は日本フィギュアスケート発祥の地とされ、 大正時代には、仙台出身のスケーターが今日本のフィギュアー、スケート界を牛実しているとも言われた。しかし、トーリンク開業当時の仙台は、有望選手として、及川文博氏がいたものの、フィギュアスケートが盛んな都市とは見られていなかった。2003年スケートカナダで、銅メダルを獲得した、本田武史の演技2003年 NHK 杯で10位の、 田村学徒の演技2004年 NHK 杯で、金メダルの荒川静香マニトバムース時代の副党、豊か2010年バンクーバー五輪8位入賞の鈴木、秋子の演技2014年ソチオリンピック羽生譲る2018年ピョンチャンオリンピック大鳥を飾ったエキシビション羽生譲る長久保コーチは、貸切料金を自ら負担してまで、熱心に選手を指導し、少しずつ成果を出し始めた。 すると、長久保コーチに指導を受けようと東北地方、各地などから選手が集まってきた。かつて、小松島スケートセンターを開設、運営し、長年にわたって、宮城県の高校スケート競技において、中心的存在であった東北高校が、高校年代では、選手の受け入れ先となった。すると、アイスホッケー分野でも、後に、 日本人初の NHL プレイヤーとなった北海道出身の福藤豊も東リンクに移籍した。1998年の長野五輪フィギュアスケート競技では日本代表7人中4人が東リンクをホームリンクとし、かつ4人全員が東北高校に通う高校生選手だったためマスメディアで話題になった。すると仙台ではフィギュアスケートブームが起こり、 当時仙台在住だった佐野ミノルが開催した子供スケート教室に通い始めた姉を追って羽生譲もトーリンクで4歳からスケートを始めた。2000年代に入ると親会社の大英が経営不振に陥り様々な再検索が実施された。大英の子会社が運営する泉ドスックアイスアリーナに解消されていたトーリンクも再検索の中に含められ、 2002年にコナミスポーツに譲渡されて、コナミスポーツクラブ戦、スケートリンクとなった。同年1月に閉鎖された新松戸アイスアリーナから、鈴木翔一郎コーチが仙台に移ってきたため、指導者は充実し、羽生譲るは、小学2年から5年まで土地区コーチの指導を受けきそう、学んだ。2003年には、小学6年から夏休みを中心に、トリンクに通っていた鈴木秋子が、 愛知県から東北福祉大学に進学してきたが、2004年12月25日に、トーリンクは閉鎖されてしまった。閉鎖後の仙台都市圏には、スケートリンクが、通年滑走家の勝山スケーティングクラブ、及び、冬季営業のウェルサンピア宮城泉の二つになり、長久保コーチとその、教え子たちは当初は、トーリンクに近い校舎に活動拠点を移したが、2005年5月からは、 教え子たちは全社に移り、長久保コーチは埼玉県川越市のリンクに転出した。鈴木翔一郎コーチが横浜に拠点を移したため、羽生譲るは、平日は仙台、週末は新幹線で横浜まで通い、鈴木コーチの指導を受けた。2006年、長久保コーチが春から名古屋に転勤することが決まると、鈴木に加え、中村アイオンや本郷里からジュニア世代以下の、 有望選手数人も名古屋に移住を決めた。この状況は地元マスメディアでも報道されていたが2月23日に鳥の五輪フィギュアスケート女子シングルで荒川静香が金メダルを獲得すると記者会見で仙台のアイススケートの指導環境や練習環境の悪化を懸念していると発言し全国的に知られた。しかし有望選手らの流出を抑えることはできず。 4月には名古屋に去っていった。村井義弘宮城県知事は新たにトーリンクの運営を担ってくれる企業探しを県教育庁スポーツ振興専門家の職員に命じ、企業周りの結果2007年1月になってかと紹介が手を挙げた。この時県と市の補助金支出も決まり、同年3月よりアイスリンク仙台として営業再開した。 トーリンクは再開したが、2009年になると4月30日に、勝山スケーティングクラブが閉鎖され、公的年金流用問題の煽りを受けたウェルサンピア、宮城線は民間に売却され10月3日より、ベルサンピア宮城線になるなど、仙台の選手育成環境は悪化していった。そのような中でも、トーリンクの専属スタッフとなった、ナナミやバンリエの両、コーチらの指導により、 羽生譲るなどが育った。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震で、東リンクは被災し、営業を休止した。大規模停電も発生し、電気で製氷するリンクの氷は、誘拐が進んだ。停電が解消されても東北電力管内の、当地では、津波被害を受けた複数の発電所の復旧に時間がかかり、電力危機に陥った。 そのため節電が呼びかけられ、製氷に多くの電力が必要なアイススケート場は営業再開に二の足を踏むことになる。このような中で4月7日、宮城県沖を震源とする余震が発生。節電協力により氷を張っていなかった東リンクでは露出していた冷却管を落下物が直撃して各所で潰れてしまい、営業再開の目途が立たなくなってしまった。 トーリンクで練習中に震災に遭遇し、避難生活もした羽生譲るは、各地で開催される復興支援、チャリティアイスショーに多数出演しながら、各地のリンクで練習を続けた。トーリンクは、様々な復興支援を受けて、7月24日に営業再開にこぎつけた。自身の著書の印税全額を、 トーリンクに寄付してきたハニュるは2014年2月14日、ソチ五輪フィギュアスケート男子シングルで金メダルを獲得した。帰国後の会見で、ハブは、報奨金を被災地支援やリンクに寄付すると話し、4月26日に仙台市都心部の東二番町通りで実施された外線パレードの出発式において、報奨金600万円を県都市に寄付した。さらにハブは、 震災後に出した2冊の本の印税2500万円をトーリンクに寄付し、それで購入されたバス2台がトーリンクで練習する子どもたちの送迎に利用されている。2017年のリニューアル前のスポーツ棟の外観荒川やハブが言及している宮城県のスケート環境についてトーリンク以外も含めて一家に示す。宮城県内の屋内アイススケート場は 現在、冬季営業のベルサンピア宮城線とプレナ宮城、通年営業のアイスリンク仙台の3カ所ある。トーリンクは狭いため、ショートトラックスピードスケートの練習には不向きであり、リンクが広いベルサンピアを主に使用している。県内のアイスホッケーリーグは、宮城県アイスホッケーリーグ及び、宮城県アイスホッケーエキサイティングリーグの2つがあるが、練習はトーリンクでも行うものの、 試合はリンクが広く、観客席が152席あるベルサンピアで開催している。県内にはスピードスケート用の400メートルトラックがないため、スピードスケートの選手は他県に出向いて練習している。すなわち、フィギュアスケートはリンクが狭いトーリンク、フィギュアスケート以外はリンクが広いベルサンピア等のような、住み分けが主に陶器に起きているが、トーリンクは、 東北地方で2つしかない24時間、通年滑走化であるため、陶器以外は各競技で練習時間の奪い合いが発生している。以下は仙台都市圏にこれまで存在し、かつ管理されていた主なスケートリンクの一覧である。常設のリンクは名取市にあった仙台スポーツセンター及び大和町にあるベルサンピア宮城線以外すべて、 現在の仙台市内に所在した。名称には同じ施設が過去につけていた名称も列挙する。営業時期が陶器となっているものは、夏期以外の周期、陶器、春季に営業するものから、陶器のみ営業するものまである。かつては決評した故障、合戦が管理のあるなしに関わらずアイススケートの遊戯の場として利用されており、宮城県庁の敷地内にあった二つの池島も、 結氷期に子供がアイススケートを楽しんでいた。また、当地でモータリゼーションが発達する以前の昭和30年代までは、市内各所の凍結した道路上で子供たちがアイススケートをしていた。東京五輪が開催された1964年10月、仙台市に東北地方で初めて人工合理を用いた屋内スケートリンクが開場すると、数年で、 続々と屋内リンクが開場した。屋内リンクは冬季営業だったため、夏季の集客用にプール等を併設したり、通年で集客できるボーリング場等を併設する例が見られた。1978年には仙台発の通年営業の屋内リンクが開場した。1931年から1960年。 および1981年から2010年の各々の30年平均値を比較すると、当期の各月の非最高気温は、摂氏1度未満の上昇に対し、非最低気温は、摂氏2度近く上昇し、ヒートアイランド現象が見られる。また、仙台の冬は、長期変化傾向では100年で、摂氏3.0度上昇している。このため当地では、アイススケートを実施可能な故障。 河川の結氷は見られなくなり、一時的に解説される、リンクでは、屋外でも、人工氷を用いたり、アクリル樹脂を用いたりしている。なお、五色沼は、日本フィギュアスケート発祥の地とされる。このほか、ISU グランプリシリーズの NHK 杯が、2007年に、仙台市体育館、2012年に、積水ハイムスーパーアリーナで開催されている。また、ゼビオアリーナ仙台は、 アイスホッケーの試合開催を想定して建設されており、2014年には羽生譲るの金メダル外線アイスショーが開催された。ありがとうございます。